トマベチ鉄人は、愛知県名古屋市出身の元プロ野球選手、現、スポーツトレーナー、トレーナー転身後、2018年2月18日に遅南市、転覆球場にて、愛知県名古屋市生まれだが、10分の仕事の都合で後に、東京都調布市などに転居。男ばかり3人兄弟のバッシ調布シニアで活躍した、トマベチという姓は、 青森県三古郡とマ別に多いとされる山梨学院大附属校では3年夏の山梨大会で4回戦敗退1999年ドラフト6位で広島東洋カープに入団入団当初当時の監督立川明豊の発案で同期入団の川内木屋投手とコンビウチーベッチーで売り出そうとした二千年はチームの高卒ルーキーとして 高木信弘以来18年ぶりに開幕1、軍隊道を果たして活躍を見せたものの2003年以降の4年間は右手や指、肩、肘の故障などで登板機会が減少する。カウント1から3からスライダーでストライクを取りに行くほどスライダーに自信を持ち自在に操るがストレートが速くならず配球に苦しんでいた。2006年10月1日広島から 戦力外通告を受けそのまま引退。その後、同年12月に結婚。2007年から、広島市内のイーグル医療専門学校新旧学科に進学し、2009年に国家資格を取得した。2011年10月にトレーナーとして広島に復帰した。ありがとうございます。